白鵬に彼女ができた？冗談だろ、お前が。ありえない。何人目の彼女だ、隠し通せてるのか、俺に泣きつくなよ、修羅場はごめんだぞ。バカが、一人だよ、知ってんだろ、俺は都合のいい女としか遊ばねえ。絶賛同性で熱々なお前のところの凶暴女みたいな奴は眼中にねえの。お前と霊華が犬猿の仲なのは知ってるが。まったく。お前が二十歳の誕生日を迎えたから居酒屋にしたのに、酒に慣れすぎてるだろ、どうなってんだ。相変わらず真面目だなお前は、そんなもん真面目に守ってても何の得にもなんねえぞ、酒の場でこそ重要な情報が出てくる、センスのいい店と酒は抑えておかねえとな。別にいいさ、僕には必要ないことだしな、霊華がいてくれればそれで。と言ってもあいつまだ17だろ、ガチでねえかよ、お前年下好きだったのかよ、気持ち悪いな。僕の前で霊誕の悪口は言わないでもらおう、だが褒めすぎるな、嫉妬するからな。はいはい、初彼女と初彼氏同士だろ、初々しいね、というかお前。あの天の絵のクソガキのこと、霊誕って呼んでんのかよ、マジウケる。お前、わかってねえな。霊誕はな、普段はおしとやかでさ、でも二人になると普段とは違うお茶目な一面がもうすごく可愛くてな、それなのに勉強もできて運動もできて、それに娯楽にも強い、最高のお嫁さんだよな。お嫁さんは気が早すぎだろ。はぁ、あ、笑わせてもらったわ、お前らが幸せならそれでいいんじゃね、あのクソガキのことはともかくお前は応援するぜ、俺は。はぁ、あ、仕事帰りが一番の楽しみなんだ、霊誕に会いたいな、今目の前に現れないかな。やっぱり悪い酔いしてる、トウ君はもう。見え張ってこんなカスを酒に誘うからそうなるのよ、カスは酒の残りカスでも舐めさせてたらいいのよ。よクソガキ、まだ17のくせに一丁前に大人気取りか、どうやで女を知ってで直してこいや、ならこの飲みの場の仲間に加えてあげまちゅよ、バブー。てめえみたいに大事な任務当日の朝に性病もらって無断欠勤を何度も何度も繰り返したり、二日酔いだからって任務をサボるような毒素が大人なら別に大人じゃなくていいわ、ああよかった。困難の数だけ成長すんだよ、お前みたいな敷かれた良い子のレールしか走ってねえ、いい子ちゃんにはわかんねえよな。ああいけないいけない、神聖な剣でこいつに触れたら汚れるわ、聖剣に名前変更案件だったわー。クソガキ、僕の前で楽しそうに話すなよ、嫉妬するぞー。楽しそうに見えるなら相当酔ってるわね。安心して、私はトウ君一筋だから、トウ君しか見えてないし、それ以外の男はチリにしか見えてないわ。霊誕可愛いなー、愛してるよー、大好きだよー。私も大好きよ、ほら帰る準備して。なんだこの見てて恥ずかしくなるほどのバカっぷるは。帰れ帰れ、ここは俺が立て替えとくからよ、後で当屋に請求するわ。ですねー、隊長になったんだからそれぐらいおごりなさいよ。俺の誕生日会だぞ、俺が金出したら虚しいだろうが。知らないわよ、それじゃああんまり第一部隊員とシアーネ先生に迷惑かけないでよね、同期の私たちまで風浪被害を受けるから。はいはい、さっさと帰れ、当屋が呼んでんぞ。まあ、また当屋はもっと酒に強くなってもらわねえとな。帰ったぞ、琴葉。白鵬くんお帰りなさい、お友達との食事はどうでした？相変わらずだったよ、まあ、変な乱入はあったが、楽しめた。俺は琴葉と出会ってから一切夜遊びや女遊びをしなくなった。いや、琴葉が全てを癒して満たしてくれる。俺は琴葉と出会ってから数ヶ月、本当に幸せな毎日を過ごしていた。琴葉、また部屋でその髪飾りをつけているのか、それは出かける時用なんだが。いいんです、私は白鵬くんからもらった髪飾りがすごく好きなんです。だから常に身につけていたいんですよ。やべえ、俺の彼女、世界一可愛いわ。あんなクソガキとは大違い、癒されるわー。ケホ、ケホ。あんまり無理するな、琴葉はあまり体が強くないんだ。俺が後やるから安静にしててくれ。なら一緒にどうですか、せっかくの白鵬くんの誕生日ですし、一緒に過ごしたいです。そうか、琴葉がそれでいいなら。もう、顔赤いですよ、白鵬くん。幸せだった、今この幸せを守れるなら俺はどんな困難にも立ち向かえる、そう思っていた。だがこの幸せは長くは続かなかった。まさか天の絵のクソガキが寿退社か、まだ18だっていうのに、気が早いな。トウヤ、これからは一時の父親だな、防衛軍の戦力を引き抜いた分、お前が頑張らねえとな。ああ、それにもう霊華は天の絵じゃない、式だ、妊娠が発覚した時にそのまま籍を入れた。まったく、真面目同士のカップルがまさかのできちゃった今回よ、計画性がねえな、俺たちまだ21歳だぞ、これからだっつーのによ。いいんだこれで、霊華はもう防衛軍は限界だった、ここで前線から離れて自分の家族と一緒に過ごしている方が霊華のためなんだよ。俺も琴葉と結婚できたらどれだけ幸せか。だけど勇気が出ない、俺みたいな汚い奴が琴葉を幸せにできるのか。どうやと俺は違うんだ。俺は帰るわ、せっかくの日に俺の顔を見たくねえだろうからな、あいつも。琴葉さんか、容態は良くないんだったな、お大事にと伝えておいてくれ。
ああ、伝えておくさ。琴葉はきっと笑顔でお礼を言ってくれるさ。そうや、シアーネ先生が来てくれてるんだって、一緒に行こう。先生か、一年ぶりだな、今行く。どうぞ。入るぞ、琴葉。体調はどうだ？白鵬くんが来てくれたから調子が良くなりましたよ。嬉しいけど無理はするな、辛かったら横になってるんだぞ。琴葉は出会ってから体が弱かったが、日に日にそれは悪化していき、琴葉と出会って1年、入院と退院を繰り返して生活していた。そうですか、レイカさんが妊娠、幸せなことじゃないですか、自分たちの子を授かるなんて。そうだな、でも俺は琴葉がいてくれたらそれでいいんだ、それが俺の幸せだからな。どうしたのですか、白鵬さん。琴葉、俺と結婚してくれないか。俺はずっとクズ野郎だった。だけど琴葉と出会って、守りたい存在ができて俺は考えを改めたんだ。俺はそばにずっと琴葉がいてほしい。俺は琴葉を守りたいんだ。ずっとそばで、だから琴葉も俺のそばにいてほしい。こんな私でよければ、よろしくお願いします。白鵬くん。俺もガキだな。今すごく幸せだ。その気持ちが抑えきれないんだ。私もすごく幸せです。面倒ばかりかける私を選んでくれたんですから。いえ、出会った時からずっと。俺と琴葉は麗華が寿退社をしたし、結婚した。そこから琴葉の容態が良くならなかったから、病室で二人っきりの結婚式を挙げた。俺は些細な幸せが全てだった。琴葉のためなら頑張れる。原因不明のまま容態が悪化していく琴葉を看病しながら2年の月日を過ごした。そして、俺にとって最悪の思い出となった。琴葉が目を覚まさなくなった。先生からは時間の問題だと言われた。正直打つ手がなかった。いろんな治療の能力者、解除の能力者、解毒系の能力者、できる限りのことはしたのに。ダメだった。どれも原因不明、現状を説明できる人物は一人もいなかったのだ。琴葉、俺はどうしたらいいんだ。どうしたら琴葉を救えるんだ。絶望的。でも俺にとっての光を失いたくない。救いたい。だけどどうにもならない。そんなもどかしい無力感だけが俺を襲ってくる。そんな時、クソ野郎が現れたんだ。いたー、どこ探しても見つからないから3年もかかっちゃった。探したわよ、ムーサナ、専属神だからって行方がすぐにわかるわけじゃないのね。失敗失敗。って、あら、死にかけてるじゃん。どうしたの、主以外の生命体とでも関係持っちゃったわけ。誰だ、この女、というよりどこだ、ここは、この女の能力か、力が全く把握できない。あっちゃー、こりゃダメだ。普通専属神の違反行為があれば激痛が入るんだけど、この子痛覚無効系の特性あるからな、使い物にならないや。動けねえ。こいつの存在感が俺の神経すべてを支配してきやがる。はぁ、希少価値が出てきたから再度専属神内の優先順位を上げようと思ったのに、この子死んだら次の子を専属神にしたらいいか。待てよこら。誰だてめえ、こいつの体調不良の原因がわかるのか。君だろ、私も捨ててたから別にいいけどさ。まあ、捨てて勝手に死んでくれるなら私も本望だし、契約違反による死亡なら契約復活もないし、後腐れもないし。そういう意味では感謝だね。残飯処理ご苦労、ハエもバカにできないじゃないか。捨てた、残飯処理、死んでくれるなら本望、ぶっ殺されていいのかこのクソ女。てめえ何者だ、こいつの何なんだ。虫に11名乗るのも面倒だ。だが寛大な心でなお疲れた以上は答えるのが礼儀。捨てたとはいえ自分の専属神の面倒を見てくれてたんだ。仕方ない。私は誰か、そう、それはこの世界で最も高貴な全知全能の一族、帝王神メルトリアの長女。私は誰か、そう、それは帝王神メルトリアの左手、そして帝王神候補は右。男は私の美貌に魅了され、女は私の美貌に恋焦がれ、その他の生物は私の美貌に希望を見出す。我が名はリトア、メルトリア、そこの死にかけ女神の主だよ、地球人、福読み白鵬くん。忘れもしない、ここでこいつから俺は任されるんだ。神とは、専属神と主の契約とは何かを。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。